目が覚めた。おはようございます、スレイさん。おはよう、二人とも。気分はどう？うん、もう大丈夫。ここは？あれからどうなったんだ？ここはレディーレイクの宿屋です。アリーシャさんが手配してくださったんです。そして君は本当に三日三晩寝込んでた。そっか。スレイさん、ミクリオさん、少し街を歩きませんか？うん、いいよ。じゃあ、行こうか。目が覚めたのかい？よかった。あら、意外と若いのね。同志様、一躍有名人だな。そうですね。エイ・ラ・マウ。腹減ってるだろう、同志殿。すぐ支度するや。ありがとう、おじさん。けど、ちょっと出てくるよ。そうかい？じゃあ、支度して待ってるとするや。お代は気にしなくていいからな。俺のおごりだよ。本当？ありがとう。じゃあ、ちょっと行ってくる。What a fine guy. What a swell dude.ほとんどいないな。まだ早朝だからか。うん。どうかしたのか？なんか変な感じがするんだよ。胸が押さえつけられるような。なんだって？まさか、もう。スレイさん、それは汚れですわ。私の器となったことで感じるようになったのです。私の力は早くも馴染んできている証ですわ。へえ、そうなんだ。けど、汚れって人々が活動し始めるともっと汚れを感じると思いますわ。さあ、こちらへ。オーキドーク。I am follow. Like a puppy, like a loyal dog. Woof. Cotton candy hair. I didn't even notice that before. I love it.And the water. Water, I love it. I thought that should let you know. Guard, I love it. What? You got there really quickly, ghost lady. Wait for. Oh, 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 pink chest. No. The Ember Staff.I'll have to look into that when we're done talking. Honto, kirei na mizumi da na. Ah, da kedo kono mizumi no utsukushisa to wa urahara ni, Lady Lake no machi wa kegarete shimatte iru. Ore mo kegare o kanjiru you ni natte jikkan shita. Kono mama ja ikkenai yo. Koko Lady Lake dake dewa naku, sekai wa kakujitsu ni mushibamarete itteimasu.このように美しい景色であっても、ペン族の加護がないことをなんとなく感じるでしょう。うん、伊豆地ではずっとジージの感を感じてた。なのに、ここでは何も。ライラ、僕たちにただレディーレイクの状態を再確認させたかったわけじゃないんだろう。大事な話があるんだね。お二人に改めてお伝えいたしますわ。同志のなすべき使命を。ストーリータイム。人や天族に災厄を与える氷魔を浄化の力を操り沈めることができます。これこそが同志の力と言えますが、それをなすことが同志の使命とは言えませんわ。同志が沈めるべきは氷魔を生む
サイカの剣士。サイカの剣士。はい。私たちは古来よりそう呼び習わしています。どの時代でも多くの兵馬が跋扈する背景には異常に汚れを持ち、その汚れで兵馬を生み出すサイカの剣士が存在していたのですが、サイカの剣士は 時に世界のあり方を大きく変えてしまいますわ。それほどの災厄をもたらすのです。待って、確か天陰剣文録には200年ほど前から同志が現れなくなったって。その200年前にも未曾有の災厄が世界を襲ったとも記されてたな。まさか。分かったよ、ライラ。 その最下の剣種っていう汚れの大元みたいなやつを見つけ出し、沈めるのが同志の使命なんだね。だけど、そいつは一体どこにいるんだ？今は同志の使命を理解してくれれば、それで十分ですわ。私はスレイさんに答えを導き出してほしいのです。後悔のない スレイさんの答えを。スレイさんのままで使命は忘れず、けれど縛られずに。俺の答え。そのために、スレイさん、サイカの剣種が何をこの世界にもたらしているか、そしてこの世界で人や天族がどのように生きているか、 その目で確かめてほしいのです。確かに、俺はまだこの世界のこと全然知らない。世界を旅して、いろいろ知って、その上で導き出した答えを持って、サイカの剣種に相対してほしいのです。難しく考えることはないんじゃないか。要は、 世界を旅して回ればいいってことだろ。ですわ。とにかく飯、もう腹減りすぎて倒れそう。じゃあ宿に戻ろうか。スレイが倒れる前にね。はい。はい。です。今古代語で書かれた石碑が見えたぞ。 Damn it, quick. No.世界中を旅したいなって思ってたけどさ、それがこんなにいろいろなことと繋がってくのが、なんか不思議だけど面白いよな。はあ、スレイほど世間知らずな同志なんてきっと史上初だろうな。そっかな。ライラ、俺以外の同志ってどんな人だったの？ 聞いてませんでした。俺以外の同士ってどんな人だったの？聞いてませんでした。ライラ。はい。何か隠してる？今日はいい天気になりそうですわね。どうやら話したくないらしい。理由は聞いてもいいのか？私は自らに制約をかけ、それを守ることで 他の者にない特別な力を発揮できるようになったのです。なので、その制約にのっとって禁じていることがあるんです。ライラは喋っちゃいけないことがあるってわけ。
特別な力とは浄化の力のことだ。あ、蝶々ですわ。ごまかすの下手すぎ。別にいいじゃないか。それを知るためにも世界中を旅するんだと思えば。各地で同志の伝承を追えばわかることか。はい、全くその通りです。君の他にも浄化の力を操る天族はいるのかい？早く宿に戻らないとお腹減ったスレイさんが倒れちゃうんですよね、確か。帰りましょう。もしかしたらすでにすっかり冷めちゃってるかもしれませんわ。あは。Right. Ah, yes, things.Shepherd. Oh. None of these are really all that.Dramatic of changes. ここは確か天に見聞録に。What?な、どうしたの。飯の支度できてるぜ。ありがとう。さあ食うぞ。さあ食うぞ。ああ、お腹いっぱい。いい食べっぷりだったよ。美味しかった。けど、本当にただでいいの？まあいいとも。ありがとう。おじさん、どうし殿、これアリーシャ殿下からのお届け物だよ。え、なんだろう。これは手紙と俺の剣と荷物と服。ちょうどいい。着替えなよ。君ちょっと匂うぞ。そうします。まあ、へえ、
どうかな。似合うよ、同志様。ほんと、かっこいいわ。かっこいい、かっこいい。レディーレイクに伝わる同志のいでたちですね。よくお似合いですわ。孫にも衣装って言うしね。素直に羨ましいって言ったろ。絶対言わない。で、手紙にはなんて？ああ、スレイ、突然倒れて驚いた。宿ではよく休めただろうか。貴殿が私たちの目に見えぬ天族と本当に交流を持っていると理解したとき、湖にいたのに聖剣を抜いたとき、あの祭りでの暴動を見事に沈めたとき、私の胸はこれ以上ないほど高鳴った。そこで私に浮かんだ言葉はありがとうだった。おかしいだろうか。やはり手紙ではうまく伝わらない気がしてしまう。もう貴殿は同志として世界を救う旅に出てしまうのかもしれないが、目が覚めたのならぜひ我が邸宅を訪れてほしい。追伸、送った服は袖を通してもらえただろうか。伝承の同志の衣装になぞらえたものだ。気に入ってもらえると幸いだ。アリーシャさん、いいことですよね。うん、お礼を言うのは俺の方なのに。じゃあ行ってちゃんと話すといい。まずはそれだな。行こう。また来てくれよな、同志殿。うん、それじゃ。どうしてんの？思ったより見えきやすいな、この格好。一見儀礼風だけど、実用的に作られた。はい、旅にもうってつけの服ですわ。Well, これは同志殿。アリーシャ様にご用ですか？今ならテラスにおられますよ。ありがとう。行ってみるよ。Ooh. Can I walk up these stairs now? God damn it.おはよう、アリシャ。来てくれたのか、アリシャ。同志の装束、よく似合ってるな。ありがとう。孫にも衣装だからな。しつこいな、ミクリオ。事実でしょ。もしや、そこに天族の方がおられる。そうだって言っても、信じられる？正直、あの聖剣祭の出来事があるまでは信じられなかっただろう。それに、出会った当初、君のことは、なんていうか、少し変わった人と認識していた。まあ、事実だね。ここにいるんだ、ミクリオってのが。これまでの無礼を許していただきたい、天族ミクリオ様。
別に無礼とは思ってないから。無礼だなんて思ってないって。そしてここにいるのがライラ。みんなが湖の乙女って呼んでる人。君は本当に同志になるべくしてなったのだな。それに引き換え私は、我々はこれほど身近に天族の方々がいてもどうすることもできない。それは違いますわ。聞こえないって。スレイさん、アリーシャさんの手を握ってみてください。え？うん、アリーシャ、手を。これでいい？聞こえてないみたいだよ。ではスレイさん、目を閉じて。あー、アリーシャさん、聞こえますか？ダメみたい。スレイさん、目を閉じて。今度は息も止めてください。アリーシャさん。聞こえる、女性の声が。本当に？アリーシャさん、私たち天族はあなたたちの心を見ています。万物への感謝の気持ちを忘れないでください。私たちは感謝には恩恵で応えます。決して天族をないがしろにしないでください。その心が汚れを生み罪悪を生むのです。大丈夫さ、アリシャ。君の感謝はちゃんと届いて。なんかもっといい方法ない？今のスレイさんではこれしかなさそうですわ。スレイさんがもっと私の力になじみ、器としても同志としても力をつければ、これほど知覚遮断する必要はなくなると思います。それじゃあ俺が同志として力をつけたら、天族の声をみんなが聞くことができるのか？いえ、アリーシャさんはスレイさんほどではないですが、もともと才能があるから聞こえたのでしょう。そんな単純じゃないみたい。だが私でも言葉を交わせた。天族は間違いなく私たちと共にあることが分かった。それだけでドキドキする？伝承はおとぎ話じゃない。よし、アリーシャ、俺たちしばらく町にいるから、用があったら知らせて。それじゃあ。He's all fired up. What was that? Is that noise? Oh, okay. Recording did not crash. I was lied to. Oh, the music is back.遺跡は逃げないよ。え、よくわかったな、俺が何考えてるか。抜け駆けはさせないって言ったろ。さあどうするんだ。もう一度街を回ろう。きっとどこかに手がかりがある。わかった。
laugh inside of me. This is weird. Oh, oh, good. I don't even know where to go. How do I map? Oh. Oh. Sure. Forwards. Unto dawn. Snacks? Black stuff. Doesn't sound like a good snack. Fuck. Hey, Cleo, get out of my way! God damn it. Already did this one. Alright, that made a full circle. Hello. Ah, she'll be standing there a while. ちょっと考えをまとめないか。そうですわね。
Oops. Oops. Oh, so I guess I have to stay in the town, huh? Ah, these peoples. They're so insightful. Wait. How do I try things on? I don't have enough for anything else, so I will hit buy. Alright, now I will sell. Two of those. The wall. There are these. Okay, let's go this way.
Or am I supposed to be just going to the ruins that I was going at before? What? ヒョウマか。誰が神ヒョウマっすか。オイラは神人っしょ。神人？天族なのか。神人は神人っしょ。見てわかんないっすか。そうなんだ。ごめん。こんなのがいるとは。世界は広いな。神人を見るのは初めてっすか。 ただの田舎者みたいっすね。亡霊旋盤だけど、神は万年の心で許してあげるっす。それはどう？へへ、おおらかなんだ。当然っす。神人の器は甲羅の大きさに比例するっす。で、君は何をしていたんだ？ある目的のために地図を作ってるっす。へえ、地図を。そういえば、 僕たちはちゃんとしたの持ってないな。天意見聞録の図版はかなり古いものだし。あんたら無謀すぎっす。なんならオイラの地図を売ってあげてもいいっすよ。お得情報がカメモリっす。ありがとう。助かるよ。毎度ありっす。買ってもらえてオイラもラッキー。What? You're a seraphim? Really? What's with this guy? Chikasiroka. Ayashi. Hitori modotte konai ka? Daijoubu ka na? Is that over here? Ah! I found it! Thanks to the turtles! Modotte konai hito ga shinpai da. Surei-san. Yes, enter. Thank you. Surei-san, 感じるのですね? 街中より断然汚れてる感じがする。 本当にSurei-sanは 素晴らしい才能をお持ちですのね。 どんどん力が馴染んでいっている。 私の想像よりずっと早いですわ。そうなんだ。はい。どうしたる真の能力解放も相当くないかもしれません。それってどういう能力？あいた。すみません。何ですか？まあ、見ればわかるだろう。だな。Anything's down here. I guess I can get rid of this one. Level up my anyway. Level 7. Nice body! What the fuck? Oh my word. Hyouma, sagare Mikleo. Nani o yu? Boku datte. Ore to Lailah de daijoubu. Shinpai suru na tte. Magare! Nagutte mo naka ni iru hito wa daijoubu nano? Oh, Jesus Christ. Where's its health bar? Wait, I'm not even playing. What is happening? Yeah.
調子で行こう。はあ。君が助けてくれたのか。俺はどうなっていたんだ。説明しても分かってもらえないでしょうね。溺れてたみたいです。そうか。いや、情けないな。戻っておとなしく休んでおくよ。何、大丈夫、一人で戻れるよ。よかった、これで心置きなく遺跡探検できるな。ミクリオ、次からは僕も戦う。ミクリオじゃ氷魔を浄化できないだろ。じゃあこれからずっと君の後ろで指を加えて見てろっていうのか。僕は足手まといになるためについてきたんじゃない。ミクリオ、ライラ、僕も浄化の力を得る方法はない。方法は一つ、ミクリオさんが私の力に連なるもの、媒身となることですわ。そして私の器たるスレイさんに宿るのです。じゃあそれで。ダメだミクリオ、そんなこと簡単に決めちゃ。君に言われたくない。君だって同志になるからあっさり決めたじゃないか。それとこれとは別だろ。ミクリオは氷魔を浄化するのが夢なのか。違うだろ。僕は天族だぞ。天族の天敵とも言える氷魔を浄化したいって思うのは自然なことだと思う。カエルがヘビを退治したいって思わないだろ。僕はカエルじゃない。何ムキになってんだ。ちゃんと聞いてくれミクリオ。ムキになってなどいない。ミクリオ、足手まといは宿で待ってるよ。スレイさん、追いかけなくては。宿で待ってるって言ってるんだ、ほっとこ。青春ですね、男の優勝。そうですね。でもそれならスレイさん意地悪ですわ。ミクリオさんの気持ち分かっているのでしょ。決めましたわ。え、何を。進むことですわ。うん、それがいいです。なんか分かんないんだけど。さあ遺跡探検に出発ですわ。What? No, I'm going back. Fuck you. Oh, I passed it. Aye, Mikleo. Hello. What? Where is this punk? What?God damn it. Via subterranean aqueduct.
there. Water slicer. Oh. Water nebula. Oh shit. There's a thing. Wait, what the hell is happening? Wait. I'm still not the one playing. What did I do? What did I do? ハイランド王家の紋章、鍵穴のない扉。これは扉じゃない。そう、封印だ。封印ですか？見つかった異物や遺構が時の権力者にとって不都合なものだった場合、人目につかないように禁忌扱いして封印してたんだって。 この鍵は封印を施した王家ゆかりのものか。な、何？スレイさんは本当に遺跡が好きなんですね。子供の頃から遊びって言えばミクリオと遺跡探検だったから。ミクリオのやつ、俺が何か見つけたら次の日すぐ別の何かを見つけてきて。それで？別に。 それだけ。鍵は分かりました。あ、もうちょっと扉調べてみる。あ、これか。あとは鍵か。 God damn it. I knew it was the Royal Blade. Why did I pick the key? That was fun. How do I get back up now? Can't go that way. If only Mikleo was here. What the fuck are you? Oh my god, you're a turtle. God damn it.
Ah, yes, very interesting indeed. That's a sword. Oh, that is a sword, huh? Thor? ポイントが近くにありそうだ。 先代同士とはここで契約したんです。 そっか。 でも、なんで話してくれなかったんだ？ スレイさんとミクリオさんがとても楽しそうだったので。 お二人の遺跡の探求心に水を差したくなかったんですが、そしてもう一つ、スレイさんのためですか？俺のため？スレイさん、同志だからといって全てお一人で抱え込む必要はありません。どうですか？この遺跡にたどり着いてこれまでよりも心が躍らなかったでしょう。 スレイさん、理由は分かっていますね。けど友達に宿命という重荷を背負わせてはいけない。何でも見通しなんだな、ライラ。いつの時代でも同志とその天族の友人が必ずぶつかる問題なんです。スレイさん、ミクリオさんの気持ち 分かりますわね。ならもう私が言うことはありませんわ。ありがとう、ライラ。そしてこの祭壇を訪れた本当の理由は、これをスレイさんに託すためですわ。宝石？人の世では 宝石と呼ばれているようです。しかし本来は大地の記憶と言うべきものですわ。宝石、大地の記憶。スレイさん、見えますか？え？何が？スレイさん、それは天国を感じられる力。 能力を持つ方にそこに刻まれた記憶を見せるもの、最下の剣士を知るための道しるべとなり得るものの。はずです。何も見えないけど。そのようですわね。不思議ですわ。帰ろう。ここで考えてても分かんないし。 必要があればまた来たらいいさ。ミクリオさんとですわね。 Mikleo. I'm going the wrong way. I can't go up this way. ここは同志を生み出すために作られた祭壇なんです。 浄化の炎を操れないと開かない仕掛けになっているのですが。なんだって？それじゃあ同士になれなかった人はここから出られず。はい、悲しい時代の産物ですわ。スレイさんはすでに私に腰入れしています。
力もどんどん馴染んでいる。すでに浄化の炎をある程度操れるはずですから。それでこの食材に火を灯せばいいんだな。はい。ですがこの先はここで倒れた同志になれなかった人たちの思いが汚れとなり湯どみのようになっていますの。氷魔がうごめいてるってことか。はい、注意が必要ですわ。わかった。I am still not the one playing. But we are sure kicking ass. Ooh. I'm gonna go this way. I can't go this way, huh? すごい数だ。これほどとは。スレイさん、力が解放されるというか、新たな力が湧き上がるというか、そんな感覚はありませんか？特にそんな感じはしないけど。さすがにまだですのね。こいつらどんだけいるんだよ。スレイさん、急いで突破しましょう。うん。But 私の真の名を捧げます。これが君の。その名を唱えるのです。そして溢れる力をとどめ身にまとうのです。それこそが同志たる者の真の力。わかった、やってみる。決断、瞬撃。
Holy moly. Wow. What? Oh my word, does that mean I can finally play it? Jesus Christ. That was cool as shit. Oof. All right, I can play again. That is super cool. Oh my goodness. Now that so the only the damn it. I will. Oh my god. I wonder what it is with Mikleo. I want it. Oops. Crazy OP. Where the hell do I go? Not this way. I bet there's a chest over here though. Or a door. Okay. Sorry, a ladder over here.
Bitches wanna get fucked. This is where I was before. Jesus. Man, that is broken as shit. Oh, look at that. Oh, here's the exit. That was easy. Surya! Oya! Purification! Lufa Yoredaga! やっと出られた。これからどうなさいます、スレイさん。宿には、いないんじゃないかな。あら、ミクリオさんは宿に戻るっておっしゃってましたけど。ここの地下って案内先が広がってるんだよね。なら、ミクリオはここじゃない別の入り口を探してると思う。え、ミクリオさん一人で遺跡に？ 危険すぎます。無謀すぎます。今この街は氷魔がすごく増えてきてるんです。その強さも今さっきスレイさんが体験した通り、なのになぜそんなに落ち着いていられるんですの？大丈夫だよ。危険と分かってるとこに無茶して潜ったりするやつじゃない。自分だけじゃ氷魔を浄化できないってことも、ちゃんとわきまえてるよ、ミクリオは。心配ないよ。 信じてらっしゃるんですね、ミクリオさんのこと。腐れ変なだけだって。なるほど、ミクリオさんはスレイさんに張り合って遺跡探しをしている最中なので、宿には戻っていない。そして一人で危険なこともしていないと。では、この後どうしましょうか、スレイさん。ちょっと意地悪だよね、ライラって。 これをアリーシャに返したいんだ。まずは扉を開けるのに使ったナイフ。初めてアリーシャに会った遺跡で見つけたんだ。王家ゆかりの品みたいだし、きっと大事なものだと思う。同志としての活動を始める前に返してあげたいと思って。ですね。ライラ、俺に説明したいことがあるんでしょ。同志のやることについて、 あの時の話の続きをさ。おっしゃる通りですわ。そのためにまずは私からもアリーシャさんにお聞きしたいことがありますの。ならちょうどいいね。アリーシャの屋敷に行こう。ミクリオさんも見つかるかもですし。ああ、きっと適当に引き上げてくるはずだしね。<笑>それだと本当にちょうどいいですわね。 Huzzah!無事だったか、兄ちゃん。さっきは助かったよ。本当にありがとう。うん、大したことはしてないよ。俺たちからも礼を言わせてもらうぜ。俺たちはてっきりこいつが先に帰ったもんだと思ってたからよ。なあ、あんたもしかして同志じゃねえのか。噂に聞いてた格好とそっくりだ。ああ、聖剣を抜いたって例の男か。ただものじゃねえと思ってたが、納得だ。助けてもらった例だ。この後飯でもどうだ。<笑><笑>まさか噂の同志様と知り合いになれるとはな。母ちゃんと娘に自慢できるよ。ああ、その、俺は大変だろうが頑張ってくれよな。
俺たちも応援するからよ。大丈夫さ、誰も動かせなかった政権を抜いて。んじゃあどうしたば、またな。賑やかな方たちでしたね。ちょっと戸惑っちゃうよ。伊豆地のみんなはもっとのんびりしてる感じだったし。ずっと天族の村で育ったんでしたね。人間はスレイさんお一人で。アリーシャに会うまではね。そうですか。Well, I guess no sense in not checking the... in anyway. いないですね、ミクリオさん。でしょ?手堅いくせに意地っ張りだから。さあ行こう。よくわかってるんですね。ライラ、今行きます。できる限りのことをしてみるが、保証はしてやれん状況だ。すまん。とんでもありません。お気遣いありがとうございます。お前のことだ。覚悟はしているのだろうな。はい、今の私にできることに力を尽くします。我が弟子の愛すべき長所ではあるが、その性格が大臣たちの不安を煽るのだろうな。あまり無理はするなよ。何かあれば知らせをよこす。はい。スレイ。こんにちは。やっぱ出直すよ。気にするな。もう帰るところだ。あなたは。聖剣祭では世話になったな、同志スレイ。ハイランド王国軍顧問、共同騎士士マルトラン。これからもアリーシャの力になってやってくれ。友人としてで構わないから。はい、もちろん。かっこいい人だな。空気がピシッとした。だろう、私の目標とする方だ。立ち話もなんだね。どうぞ。遺跡を探検していると思っていたよ。うん、そうなんだけど。Why do I walk so fast? まずこれを。私のナイフ。そうか、井筒の遺跡で。
やっぱりアリーシャのだったか。我が家に伝わるとても大切なものなんだ。もう戻らないと思ってた。ありがとう、スレイ。そろそろ私の用事に移ってもよろしいでしょうか。失礼しました、ライラ様。アリーシャ、今聞こえた。確かにライラ様のお声が。これは驚きですわね、アリーシャさん。なるほど、これではまだ難しいと。ライラ、説明しますから、もう一度手をつないでください。ライラが説明してくれるって。もう一回手つないでもらっていい？ああ。こんにちは、アリーシャさん、聞こえますよね。はい、聞こえます、ライラ様。まだ息止めてないのに。スレイさんが私の力により馴染んだのです。以前ほど感覚を遮断しなくても同じことができるくらいに。特に変わった気はしないけど。よかったよ、話のたびにスレイにあんな真似をさせては申し訳ないからね。あれはあれで面白かったけど。うん、では改めてよろしいですか。そうだった、ライラがアリーシャに用があるんだって。私に力を貸していただきたいのですわ。地の主と器を見つけるために。それはどういうものでしょう。まずはこの世界の仕組みからお話ししないといけませんね。古来、天族と人は力を合わせて汚れから自分たちの土地を守ってきました。天族と人が協力して。力ある天族は汚れのない清らかなものを器とすると地の主という存在になります。そして器と共に人々に祀られることで汚れを退ける、加護領域を広げる力を得るのです。本来、聖堂とは地の主を祀り、汚れから土地を守るためのものなんですの。ですが、この町の聖堂には地の主も器もなく、正しく祀ろうとする者もいません。それが良くないことが続く原因なんだ。そう、いくら同志が汚れを払っても地の主の加護なしでその地を守り続けることはできません。分かった、ライラが聞きたかったのは地の主の器となる者の心当たりと、それらを揃えた聖堂を正しく祀ることができるかどうか、この二つですね。はい、どうでしょうか。まず聖堂についてですが、我が国のほとんどの聖職者は天族への感謝の心を失っています。そんな。ですが、最近主催者のブルーノという者がいます。祭りの準備にも尽力してくれた真摯な人物です。その方なら任せられると思います。善は急ぎだ、聖堂に行って話してくるよ。気が早いな。私たちも善は急げですよ。